2022秋の横浜イングリッシュガーデン、11月ぐらいの様子でしょうか。バラもまだしっかり咲いてますね。秋のこの高い空からの降り注ぐ光、少し黄色がかるので、これはまたね、春とは違って、私はこの心が優しくなるというか雰囲気よくなりますね。ホワイトガーデンなんかとっても素敵。春にはないコスモスとかがねあったりもするし、こう秋にはこのサルビアも咲いているので、この黄色いガーデンには青いサルビアが植えてあったりして、そのコントラストも素敵。色のコントラストの妙はね、この横浜イングリッシュガーデンの一つの特徴であり、このガーデナーのセンスが問われる場所かななんて思ったりします。そんな感じの秋の横浜イングリッシュガーデンでした。2022秋の横浜イングリッシュガーデン、ここはときめきガーデンというバラの小道です。春と秋の 2つの季節のうち1ヶ月ぐらいかなだけ通れる、こう秘密の小道なんですね。ハイブリッドティーの、それも赤バラ、がほとんどなんですけども、素敵でしょう。秋で花がだいぶ少なくなっててもね、なんだかやっぱり秋素敵よね。とこの隣に結婚式場があるのね。だから多分ここに真っ赤なバラのガーデンを作ったんじゃないかなと。その式場から見えるからね。そういう意味ではなんかとっても素敵で、ロマンチックで、年に2度しか会えない素敵なときめきガーデンでした。ぜひ見に行ってみてください。